エチュードハウスプレイ101スティックカラーコンテュアリオを使って濃淡グラデーションでとろけるようなツヤ肌を作っていこうと思います。まず1番のスティック、ピーチオレンジとイエローを使っていきます。ピーチオレンジで目の下のクマを補正していきます。目頭の下から外に優しく撫でるようにオレンジをのせていきます。イエローを使っていきたいと思います。目頭に点を描くようにまずのせていき、アイホールから薄く頬にかけてイエローをのせていきます。続いて2番のスティックを使っていきます。ミントとブルーになります。まずはミントで小鼻と頬の赤みを取っていきます。赤みを抑えるようにスティックをのせていきます。続いて頬、赤みを消すことで次に乗ってくるメイクがとても綺麗に仕上がっていきます。続いてブルーを使っていきます。まずは顎から頬よりも少し上の部分に伸ばしていきます。ここにブルーを乗せることで全体的な透明感を演出してくれます。あとは最後におでこ、気になるニキビ跡や印象がぼやけてしまうそんなところに乗せていくことで肌の透明感を出していきます。次に3番のスティックを使っていきます。おでこの中央、ほうれい線、顎にかけて色をのせていきます。気になる肌のたるみを防ぎ、シワを目立たなくし、小顔効果を生んでつるっとした卵肌に見せてくれます。最後にピンクを使っていきます。眉上と頬の位置にピンクをのせていきます。ピンクは肌を若々しく見せ、肌の血色さえよく見せてくれる効果があります。これで全6色お肌にのせ終わりました。あとはブラシを使ってなじませていきます。中央から外側へなじませるように筆を走らせていきます。肌全体をなじませるため円を描くように、ほうれい線に沿うようにブラシをなじませていきます。下から耳にかけてなじませていきます。全体的にピンクがなるように最後はなじませていきます。これでベースメイクが完了です。エチュードハウスプレイ101スティックカラーコンテュアリオを使ってとろけるようなツヤ肌立体メイクが誰でも簡単にできます。ぜひお試しください。